ナーサルは、インドの俳優、映画監督、プロデューサー。南インド映画を中心に活動しており、ナディガル・サンガムの会長を務めている。出演作品数は300作を超えており、性格俳優として知られている。タミル・ナード・シュー・チングルプット出身。父は、バスターミナルの側で、ジュエリーの販売業を営んでおり、ナーサルには、姉が1人と兄弟が3人いる。 同地の聖女ゼフハヤーセカンダリンスクールを卒業後に、チェン内に移住し、マドラスキリスト教大学で演劇活動を始めた。短期間インド空軍でパイロットを務め、その後はタージコロマンデルホテルで、球児の仕事をしながら困窮した生活を送り、時間を見つけて物語や詩を書いて、新聞や雑誌に投稿していた。1982年から1983年にかけて、 南インド映画協会演技学校とタミル・ナード・州映画・テレビ技術研究所で演技を学んだ。NGO の一員として環境保全やゴミのリサイクルなどの活動に参加しており、ユニセフの大使として公衆衛生の問題にも取り組んでいる。ナーサルはこの国がより良い道を求めるとき、トイレ不足と屋外排泄の問題に光を当てることはとても重要なのです。 独立から65年経った今でも数百万人の人々はトイレを使ったことがありませんと問題提起している。俳優として活動を始めた頃に出会った女性と結婚し彼女との間に3人の息子を設けている。長男は T シバが制作する映画で俳優デビューすることが報じられたが実現はしていない。次男、ルス・フリーンは2014年に 父が主演を務めたサイバムに出演し、俳優としてデビューしている。三男モナー、猿が手掛ける映画、サンサンターサで、俳優デビューを目指していた。マグダム賞を受賞するナー猿1985年に、コリナーガサゲルで、俳優としてデビューする。1987年の、カバタイバーダネラミラで主演を務め、同年のナヤカンで演じた。 警官役で注目を集める。その後、マニラトナムとカマルハーさんの監督作品の常連キャストとなり、ロージャー、デーバルマガン、ボンベイ、カーティプーネルに相次いで出演した。1995年にアバターラムで監督デビューし、主演も務めた。同作は非評価から高い評価を得たものの、工業的には失敗している。1997年にはデバタイで、 監督、主演を務めた。映画は、リンネについての、映画の創造的な種になったという、子供の頃にな、猿が聞いた物語が元になっている。アーミル・カーン主演の、ラガーンからオファーを受けていたが、多忙なスケジュールを調整することができず、出演を断念したと述べている。2015年に、バーフバリ伝説誕生に出演し、ラーナー・ダグバーティ演じる息子、 バラーラデーバに大いにつくことを先導する父、ビッチャラデーバを演じた。映画は彼のキャリアの中で最も成功した作品の一つとされている。2017年には後編、バーフバリオーの外戦で引き続きビッチャラデーバを演じている。ありがとうございます。